私に何か用か、少年。ああ、すまん。驚かせてしまったか。私は常にこのランドソル王宮の正門前で仁王立ちして微動だにしないからな。どうも銅像とか置物のように勘違いされることがある。たまに観光客などが私と肩を組んで写真撮影とかするぞ。知らないか、写真。紙に映像を転写するちょっとした魔法なんだが、安価な魔法道具で再現できるため一般庶民でも割と気軽に撮影とかできるらしいぞ。一昔前までは撮影されると魂が抜かれるみたいな迷信があってな。あんまり記念写真とか撮られるのは気分が良くないんだが、防衛上の観点から考えてもあまり王宮を撮影されたくないのもある。とはいえ眉間にシワを寄せてお仕置きするほどの悪事でもないし、まあ見逃すことにしているよ。王宮の防衛が私の最も優先すべき役目なので、あまり褒められた対応ではないな。うん、君は無口だな。私もあまりおしゃべりな方ではないし会話も得意ではないのだが、君が何も言ってくれないと私が一方的に喋ることになって変な具合だ。改めて王宮に何か用事だったのか。そうか、うん、人違いでなくてよかった。実を言うと兜のせいで視界が悪くてな、かなり顔を近づけないと喋ってる相手の人相すら判然としないんだ。幼い頃から兜をつけて24時間過ごしているし、別に日常生活を送る上で不便はないのだが、接客業とかはできないだろうな。ともあれ、君とは以前からちょっと話してみたいと思っていたんだ。いや、こっちが一方的に君を知っていただけだ。以前陛下に君の人相書きを見せられたことがあってな。ああ、いや、こっちの話だ。忘れてほしい。ともあれ、君とは以前からちょっと話してみたいと思っていたんだ。ここで会ったのも何かの縁だし、少しおしゃべりに付き合ってほしい。重要な仕事だとわきまえてはいるが、門番として突っ立っているだけ。というのも存外暇だしな。寂しいお姉さんの話し相手になってくれ。ん？うん、一応私は女だ。だからなんだという話だけどな。この全身鎧が迫力満点なせいか男だと思われがちだ。いや、別に他人にどう思われてもいいのだけど、着飾って歩くお年頃の女の子たちを見ていると無性に羨ましくなる時はある。我が家の掟で鎧も兜も脱げないので叶わぬ望みではあるが、まあいい。改めて自己紹介をしよう。私はナイトメアの団長を務めているジュンというものだ。まあ以後お見知りおきよ。ナイトメアはプリンセスナイトと呼ばれる国営のギルド、いわゆるお役所の一つだ。主な役割は王宮やその城下町の警備だな。かつて戦争などの際には軍隊として働き、牙を持たぬ庶民の代わりに最前線で暴れ回っていたらしい。我が国家が誇る軍事力そのものだ。最近は平和なので、まあお気楽な警備員みたいな立場だがな。逮捕権なども有するため、あまり我らの前では悪いことをしない方がいいぞ。町の治安を乱す犯罪者にナイトメアは決して容赦はしない。君が我々の敵にならないことを祈っているよ。話は以上だが、まだ何か用事でもあるのか？
ふむ、君は迷子だったのか。宿泊しているホテルの場所がわからなくて途方に暮れていたんだな。そうか、それなら最初からそう言ってほしかったよ。延々と余計な話をしてしまった。てっきり王宮を探りに来たのかと思って警戒していたのだが、君はどうも陛下にとっては目障りな存在のようだしな。脅すようなことを言ってすまない。単なる迷子なら私が守るべき市民だ。うん、ホテルの名前わかるか？地図を書いてあげよう。ランドセルは複雑に入り組んでいるし、慣れないものは迷いやすい。また道がわからなくなったら町のどこからでも見えるこの王宮を目指すといい。私はいつでもここに立っているからね。また迷子の君に道を示してあげよう。なーに、お礼など。子供に優しくするのは正義の味方の責務だよ。おや少年、こんにちは。昨日は無事にホテルへ帰りつけたのか？そうか、よかったよかった。近頃ランドセルの治安が悪化しているからね。君が暴漢に襲われてでもいないかと心配していたんだ。すまないね少年。なんで謝るのかと。治安が悪化しているのは町の平和を守る我らナイトメアの不手際だからな。こちらもケーラを増やしたり取り締まりを強化してはいるのだが、平和な時代が長かったせいで予算が削減されているし、人員のほとんどが経験不足の未熟者だ。急増している怪事件や犯罪に対応できず後手後手に回ってしまっている。それに不安を抱いたらしい腕利きたちが町を自警するギルドなどを結成しているのだが、そんなギルド同士が衝突したりして逆に秩序が乱れている。悪循環だ。このままではダメだろうとは思ってはいるのだが、まずは我らナイトメアがしっかりしなくてはな。君には関係ない話をしてしまったな。ずっと黙って突っ立っていたからおしゃべりに飢えていたんだ。それよりも君は私に何か用事だったのか？もしかしてまた迷子になったのか？道案内は私の仕事ではないのだが、まあ暇だし地図ぐらいなら書いてあげよう。ん？ああ、昨日のお礼を言いに来たのか。それはどうもわざわざご丁寧に。律儀だな少年。お礼を言われるようなことはしていないのだが、それでも誰かの役に立てたなら嬉しくはある。え、感謝の気持ちとしてプレゼントを贈ると。ありがとう。大行だな。ただ道を教えただけなのに、なんだかちょっと照れてしまうね。君は一体私に何を送ってくれるのかな？ケーキ。ありがとう。甘いものはあまり得意ではないのだが。ん？同居人に女の子は甘いものが好きだと聞いた。私は女の子と呼べるような年齢でもないんだがな。私こんな強そうな見た目だろ。だから女の子扱いされるのは珍しくて、普通にちょっと嬉しい。おや、なんで私をじっと見ている？え、兜をかぶったままどうやって食べるのか興味があるのか？いや、普通に自宅に持ち帰って兜を脱いで食べるつもりだが、すまないな、ちょっと事情があって
誰にも素顔を見られたくないんだ。ちょっと警戒もしていたのだけど、君は普通に私にお礼を言いに来ただけみたいだな。プレゼント箱に爆弾でも仕掛けているのではと思ったのだけど、考えすぎだったな。ダメだな。疑り深いのは職業病だろうか。リボン。ああ、髪につけるやつだな。知ってる。私は小さな子供の頃から自宅の外では兜をつけっぱなしだから、髪飾りとかは自分では買わないんだ。生まれて初めて触った気がするよ、リボン。うん、ちょっと事情があってね。人前では兜を脱げないんだ。だからリボンなんかもらっても仕方ないのだけど、プレゼントしてくれて嬉しかったし、これは持ち帰って家で髪につけてみるよ。私はもう可愛いリボンをつけるような年齢ではないのだけど、こういうの他の女の子がつけてるのを見て羨ましかったし、だからとても嬉しい。ありがとう少年。ちょっと警戒もしていたのだけど、君は普通に私にお礼を言いに来ただけみたいだな。プレゼント箱に爆弾でも仕掛けているのではと思ったのだけど、考えすぎだったな。ダメだな。疑り深いのは職業病だろうか。君は素直に感謝の気持ちを示しに来てくれたのにね。疑ったことを許してほしい少年。だが仕方ないんだ。私にはこの王宮を守る使命がある。先祖代々受け継いできた門番の仕事がな。私が倒れたら王宮が、この国の全てが危険にさらされる。そんな悲劇を阻止するために、私は今日も明日も明後日もずっとここに立っている。寂しい人生だと思うだろうか少年。すまないな、返事のしにくいことを尋ねてしまった。大丈夫、私は満足しているよ。この人生に重要な仕事を任されているという誇りが心の慰めになるし、単に突っ立っているだけでも君のようないい子と出会えたりするからな。ああ少年こんばんは。近頃よく会うな。すっかり夕方は君とここでおしゃべりするのが日課になってしまっている。いや別に迷惑ではないのだけど、むしろ毎日君の顔を見ないと落ち着かないぐらいだ。ありがとう少年。君の存在が私にとっては癒しになっている。毎日毎日ただ突っ立っているだけだと心がすさむからな。ただこれは老婆神からの忠告だが、あまり王宮には来ない方がいいぞ。腐ってもこの国の政治中枢だ。警備が厳重だからな。私は君がいい子だと知っているが、身内がナイトメアが全て同意見なわけではない。君は足しげく王宮に通い探りを入れている官庁の類ではないかと疑われている。私に親しげに話しかけてくるのも王宮の内部事情を知るためだとな。まあ実際私のような武骨な鎧女に好んで話しかける理由など他に考えつかないしな。客観的に見れば確かに説得力のある意見ではある。それに君はバイト先の行き帰りに王宮のそばを通るから、ついでにここに足を運んでいるという話だったな。だが君のことを少し部下に頼んで調査させたが、君の働いている店は
王宮からやや離れている。わざわざ遠回りをして私の元を訪れていたわけだ。私に会いたくて仕方なくて足しげく通っていたと考えるよりも、何らかの目的があって王宮へ来ていたと判断した方が現実的ではある。少なくともナイトメアの仲間たちはそう結論している。だから少年、もう私には会いに来ない方がいい。変に疑われるのも嫌だろう。うん、個人的には君と会っておしゃべりするのはとても楽しかった。大変有意義な時間を過ごせたよ。それは嘘じゃない。この身が朽ちるまで王宮の前で置物のように突っ立っているだけの人生だと思っていたけれど、君のようないい子に出会えたんだ。私は下方者だ。だからこそ君に余計な苦労をさせたくないし、迷惑もかけたくないんだ。分かってくれるね、少年。ではもう行きなさい。そうか、うん、私も寂しい。だがこれは仕方がないことなんだ。君と私では立場が違うし、私は物事に分別をつけるべき大人だ。君と会っておしゃべりがしたいという私のわがままのために、君に迷惑をかけることがあってはならない。分かってくれるね、少年。ではもう行きなさい。こんなお別れになってしまって心苦しいけれど、君と出会えてよかったよ。君はこんな恐ろしげな見た目の私にも気さくに話しかけてくれた。懐いて寄り添ってくれた。ありがたい子だよ。他人を素直に愛せるいい子だ。そんな君だからこそきっとみんなに愛される。君が次に巡り合う誰かとは寂しいお別れをすることなく仲良くなれることを祈っているよ。なんだか深刻っぽい別れ話みたいだな。私たちは単にたまたま出会っただけの行きずりの他人なのに、すまないね。あまり人付き合いをしてこなかったからこういうのに慣れてないんだ。うん、じゃあね、少年。ん？どうした？まだ何か言いたいことでもあるのか？ふむ、私に迷惑をかけるのも申し訳ないから言うことを聞くけど、最後に記念写真を撮りたい。なるほど。君は以前私にカメラの存在を教わって興味を持ったんだな。たまたま安物を入手できたから近頃あちこちで写真撮影をしていると。ふーん。ここを動けない私の代わりに町のあちこちに行って写真を撮って、私にそれを見せてくれるつもりだったのか。今日はそのために王宮まで来てくれたんだな。ありがとう。その気持ちが嬉しい。やっぱり君は優しい、いい子だね。というか、お別れに際して記念撮影だなんて君も大げさだな。ああ、確か記憶喪失なんだっけ。これが初めてのお別れになってしまうのかな。さよならだけが人生だ。君も早く慣れなくてはいけないよ。でもまあいいか。写真は苦手だし、警備上の観点から言うと許可すべきではないのだが、こちらのお願いを受け入れてくれたのだから君の頼みも聞かなくてはいけないな。肩を組もう、少年。カメラを貸してほしい。うん、この角度なら二人とも写真に収まるだろう。じゃあ撮るよ。私は兜のせいで表情が見えないけれど、君は笑ってほしい。うん、笑って笑って、ピース。街の平和を守るのが
我らナイトメアの役目なのに、ピースと聞くたびに今日のお別れを思い出して切なくなってしまいそうだ。もうすっかり暗いな。近頃クリスチャンが陛下に意見してくれて、私の勤務時間が減ったからとりあえず自宅に帰ってベッドで眠れるようになったが、通勤のために自宅と王宮を行き来しなくてはいけなくて、逆にちょっと面倒だな。これまではナイトメアの詰め所で眠れたのだが、私が王宮に常駐できなくなってやや警備が手薄になっているしな。クリスチャンが単に優しくしてくれるわけがないし、なんか悪だくみしてる気がする。しかしまあ、今日もぐったり疲れたな。特に何をしているわけでもないのだが、ずっと立ちっぱなし、警戒しっぱなしというのも地味にきつい。まあそれが門番である私の仕事なのだが、先日までは少年がたびたび顔を見せてくれたから、それを楽しみにして一日を乗り切れたのだけど、お別れしてしまったからな。少年は真面目ないい子だから、言うことを聞いて王宮には近づかないだろうし、もう二度と会うこともないんだろう。覚悟はしていたが、やっぱりちょっと寂しいな。今そこの物陰で何かが動いたような。不審者か魔物か、最近噂になっているシャドウだろうか。一応見に行ってみるか。町の平和を守るのが我らナイトメアの存在意義だ。そこに誰かいるな。言葉が通じるなら私の呼びかけに応じ姿を見せるがいい。あれ、少年、奇遇だな。そんなところで何をしている。お別れをしたのにばったり会ってしまうなんて想定してなかった。どういう態度を取ればいいのかわからないな。少年どうした。返事ぐらいしてほしい。少年は眠っているのか。どうしてだろう。なんだ、眩しい。なぜだろう。私もなんだか眠くなってきた。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。ああ少年、待っていたぞ。ようやく姿を見せてくれたな。一安心だ。ああ驚いた。
急に大声を出すものではないよ。怖いか？私が？ん？いきなりお面をつけた人が出てきたから不審者かと思ったと？不審だろうか。これは正義のヒーロー、トラタイガーのお面だぞ。子供は好きだろう、こういうの。警戒され、怯えられるのは心外だ。ふむ、君はもう高校生だものな。子供というほどでもないか。これは失礼した。私の考えが足りなかったな。次からはもうちょっと、高校生が好きそうなお面をつけてこよう。まあいい。何か無駄に下校中の生徒たちからの注目を集めているし、さっさと用件を済ませて帰ることにするよ。おっと、すまない少年。いきなり飛びついてくるからとっさに合気道の技で投げ飛ばしてしまった。怪我はないか？あまり女性に抱きつこうとするものではないよ。私は別に気にしないし対処できるが、痴漢だと思われてしまうだろ。感極まって抱きつこうとするなんて、そんなに私に会えて嬉しかったのか？まあいい。何か無駄に下校中の生徒たちからの注目を集めているし、さっさと用件を済ませて帰ることにするよ。少年、これを受け取ってほしい。遊園地の無料入場券だ。ん？いや、デートのお誘いとかではない。そんな関係でもないだろう。私たちは、君はよく遊園地で私の仕事を手伝ってくれるだろう。ヒーローショーの舞台の設営をしたり、怪人役になってくれたり、これはそのお礼だ。無賃で働かせるのも申し訳ないしな。受け取ってほしい、少年。遠慮するな。私は仕事からこういうタダ券を大量にもらうんだ。何枚か君に融通しても懐は痛まないし、私の手元で腐らせるよりは誰かに使ってもらった方がいい。換金もできるはずだから、報酬はお金が良かったという場合はお手数だが、そのようにしてくれ。ただ君も高校生だろう。青春の真っ只中だ。これで気になる女の子でも誘ってデートをすればいい。さしずめ、私は恋のキューピッドというやつだな。喜んでくれたら幸いだ。君のような子供の笑顔が私にとっては最高の報酬だからな。うん、要件はそれだけだ。お騒がせしてすまなかったね、少年。また暇な時にでも私の仕事を手伝ってくれると嬉しい。それじゃあね、また会おう、少年。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目が覚めたら全部忘れちゃうわ。って毎回説明するのも面倒なんだけど、なんかこっちが意図しない影響が出たりもするし、トラブルだらけよ、まったくもう。全部忘れるはずなのにさ、あんたや夢に登場した女の子がぼんやり内容を覚えてたりするし、夢を見たせいで行動に変化があったりするし、まあ今のところ深刻な影響はないっぽいけど。おっと、ごめんごめん、あんたには関係ない話をしちゃったわね。屋外でゴロ寝してると風邪をひきそうだし、さっさと目覚めなさい。あ、念のために言っておくけど、ジュンさんにはこの夢のことを話さないでおいてね。万が一にでも私の存在を気取られるわけにはいかないのよ。彼女が団長を務めるナイトメアはどうも気の臭い集団だしね。ぶっちゃけ私たちの敵の息がかかってる可能性が高いわ。ジュンさん自身は素朴な善良な人っぽいけど、組織に所属している以上個人の倫理観なんか関係なくなることもあるし、十分気をつけてね。ジュンさん自身も前に言ってたけど、
あんまり彼女とは仲良くならない方がいいわよ。親しくなればなるほど辛い思いをすることになるかもしれないからね。まあいいわ、じゃあね。また夢で会いましょう。あれ私眠っていたのか。変な夢を見た気がする。頭がズキズキするぞ。大失態だ。こんな吹きさらしで眠ってしまうとはな。怪しげな魔法でもかけられたのだろうか。ん？ああ、少年、君も一緒に眠っていたのか。どういうことだろう。私は確か帰宅している途中で物陰に君を発見して心配して駆け寄ったんだが、そうしたらなぜか今の今まで寝ていたらしいな。わけがわからない。あれ私寝ていたのか。状況がわからない。ここはどこだろう。見覚えがあるような。ああ、サレンディア救護院の建物だな。サレンちゃんがサレンディア救護院を再興させる際に提出してきた資料に写真が添付されていた。内装が見違えるほど綺麗になっていたから一瞬わからなかった。頑張ってお掃除したり家具を揃えたりしたんだろうな。サレンちゃん、あの子は昔から努力家だな。サレンディア救護院と我らナイトメアは同じプリンセスナイトの参加ギルドだ。協力できることもあるだろう。個人的にもあの子を応援してあげたい。今はちょっと各ギルド間の関係が微妙だからあまり表立っては動けないけどな。ん？あれ？少年、どうしてベッドのそばに倒れている。大丈夫か。生きているよな。うん、息はあるようだ。よかったよかった。どうしたんだ？体調でも悪いのか？そうか、それは良かった。しかし、だったらなんで倒れている？詳しい経緯を説明してほしい、少年。ふむ、君はバイトからの帰り道で倒れている私を発見したのか。正直あまり大丈夫ではないな。体調不良で全身が鉛のようだ。いつもは慣れてしまって感じない鎧や兜の重みで潰れてしまいそうだよ。って私のことはどうでもいい。それより状況がわからないのだけど、いろいろ説明してくれるか、少年。ふむ、君はバイトからの帰り道で倒れている私を発見したのか。それで放置するわけにもいかず自分が寝泊まりしているサレンディア救護院まで運んだと。それはまあお世話になってしまったね。ありがとう。やっぱり君は優しい子だね。うん、近頃治安の悪化やナイトメアの人手不足、あと体制の変化などのために私はいつもの門番以外の仕事もするようになったんだが、今日もソルの塔の周囲になぜか大量発生している魔物の
捕獲任務に従事していた。正体不明のなかなか強い魔物でな。しかも討伐ではなく捕獲しろという命令だったため手間取ってしまってね。人材難のため未熟な隊員なども動員していたし、そちらをフォローするためにちょっと無理をして、不甲斐ないことに私は手傷を負ってしまった。大した怪我ではなかったので応急手当だけで済ませたのだけど、どうもこの感じから言って問題の魔物に毒があったか、あるいは傷口から病原菌でも入ったらしい。熱があるようでめまいがする。だから帰り道で昏倒してしまったようだな。情けない。私はナイトメアの団長だが、主な任務は門番だからな。魔物の討伐などには不慣れだ。言い訳にもならないけどな。みんなの平和を守るために精進あるのみだ。少年、もしかして倒れているのは私から病気が感染したとかだろうか。あるいは魔物の毒が残っていて私に触れることで同様の症状に見舞われたとか。だとしたら申し訳ない。見せてみろ。応急手当ぐらいならできる。痛みや違和感があるなら教えてほしい。ん？私をここまで運ぶのが大変でへばってしまった。だから寝転んで休んでいたのか。ベッドは私が占領しているので床に寝転がるしかなかったと。それは本当に申し訳なかったね。重かっただろう。私鍛えているからな。筋肉の分普通の女の子よりも体重があるし、そもそも鎧兜がなかなかの重量だから。私さっさと帰宅することにするよ。だから君はちゃんとベッドで寝なさい。お世話になってしまった恩はいつか必ず返すからね。どうした。急に顔を近づけないでほしい、少年。ん？体調不良なんだから安静にしていてほしいと。少年はサレンちゃんに頼んで他の部屋で寝させてもらうから。正直ありがたい。全身が沸騰しそうな高熱でね。こうして喋るのも辛いぐらいなんだ。お言葉に甘えてもう少し休ませてもらおうかな。回復したら改めてお礼をしよう。本当にありがとう、少年。どうして兜を取るんだ。私は家訓で素顔を見せちゃダメなことになってるから。見るな、恥ずかしい。うん、兜をかぶったままだと寝苦しいと思ったのか。それはそうだけど、いきなり兜を脱がさないで。口下手な私が言うことでもないけど、君は言葉が足りないよ。まあいい。体はないようだし、のんきにドタバタするほどの元気がない。念のため兜の下に仮面をつけてたから最後の一戦は守れたしな。君になら普通に素顔を見せても構わない気もするけど、すまないね。やっぱりまだ恥ずかしい。おはよう、少年。おはようではなく、こんにちはと言うべき時刻だな。すっかり日が高い。今日もナイトメアの仕事があるのだけど、完全に遅刻だ。でも、たくさん眠ったおかげで、体調不良からは回復できたよ。
まだ少し体の節々が痛むけどね。これでも鍛えている。すぐに元気になるはずだよ。お世話になってしまったね。ありがとう、少年。うん、本当に助かったよ。ちゃんとお礼はするからね。何度も言うようだけど、困ったことがあったらいつでも相談してほしい。これでも私は騎士の家柄だ。騎士はね、義理がたいんだよ。うん、うちはなかなか由緒正しい家柄でね。おかげで家訓なども厳しい。私が常に鎧兜に身を固めていたりするのもその家訓のためだ。バカバカしい家訓だと笑う人もいるけどね。自分で決めたことを守り通すのはなかなかかっこいい生き様だと思うことにしている。ともあれ、少年、私の兜がどこにあるか知らないか？そう言わずにお礼ぐらいさせてほしい。私たちは顔見知りだったとはいえ、倒れてる人を心配してお家まで運ぶなんてなかなかできることではないよ。仁義に人情に欠けた世の中だからね。大抵他人がどこで何をしていようとも我関せずと、見ざる言わざる聞かざるで知らんぷりをする。だから君の優しさは稀有なものだ。本当にいい子だね、少年。ともあれ、少年、私の兜がどこにあるか知らないか？うん、起きたら見当たらなかったんだ。鎧と一緒に寝るときに脱いで枕元に置いたはずなのだけど、兜だけなかった。あれをかぶってないと落ち着かないし、心当たりがあるなら教えてほしい。屋内で帽子などをかぶるのはマナー違反だと？それはそうだね。一応目元を隠す仮面はつけているし、今は君しかいないようだし、まあいいか、兜をかぶらなくても。ふむ、昨日私が倒れた時に泥で汚れてしまったようだから、兜は洗って乾かしているところなのか？鎧も洗いたかったけど、あまり寝ている横でガチャガチャやると私を起こしそうだったから後回しにしたのか。なるほどね。お気遣いに感謝しておこう。個人的に兜や鎧は私にとって下着みたいなものなので、君のような男の子に洗ってもらうのは恥ずかしいのだけど、君には善意しかなかっただろうし責めはしないよ。照れてしまう私の方が変なんだ。それよりも、君はさっきから何をしている？ああ、料理をしているのか。手つきが危なっかしいね。変わろう。これでも普段は自炊してるんだ。お世話になってしまったお礼に、ご飯ぐらい作らせてほしい。うん、座って待ってなさい。今日の献立は、ふむふむ。手伝えることはあるかと。座って待ってるのも暇かな。だったら一緒に作ろうか、少年。うん、野菜の皮を剥いてほしいな。私はお肉の下ごしらえをしよう。なんだかちょっと新婚さんみたいだな。いや、すまない。君と私では大人と子供という感じの年齢差だし、親子みたいと表現すべきだった。忘れてくれ。どうも君と一緒にいると変なんだ。妙に意識してしまうというか。私、こんな見た目だから男が寄りつかなくてね。異性に対してあまり免疫がないみたいだ。ナイトメアには男性もいるけど、やっぱり少し慣れなくてな。不愛想に振る舞いがちで、団長は寡黙だって思われている気がする。単に人見知りをしているだけなのにな。
思議だな。こんな悩みとか普段は誰にも言わないのだけど、私は常に威風堂々としたナイトメアが誇る無敵の団長なのに、君の前ではなぜだか単なる照れ屋のどこにでもいる女みたいだ。すまない少年、待たせたね。職場ナイトメアの詰め所に今日は仕事を休むと連絡をしたのだが、通信魔法の順番待ちでな、時間がかかってしまった。私は魔法が使えないし、こういう時は不便だな。いちいち通信魔法を使用する術師のいるギルドと交渉して手続きをしなくてはいけないから、普通に王宮まで歩いて行って連絡事項を伝えた方が早かったぐらいだ。カメラなどのように誰でも歩きながらでも通信魔法が使えるようになる道具でもあれば便利なのだが、技術的にも法律的にも難しいんだろうな。通信魔法の使用には規制がかかっているから、なかなか一般大衆に解釈しないんだ。陛下の方針であまり民間にそういう便利な技術や魔法が普及しなくなっている。もっと便利になれば民も生活しやすいだろうと思うのだが、陛下には何か深いお考えがあるんだろうし、やや気に食わないが仕方ないな。ともあれ、ここまで付き添ってくれてありがとう少年。私はいつも王宮の前に突っ立っているだけだから、いまいち町のどこに何があるか知らなくてな。通信魔法を使いたいと気軽に言っただけなのに、ずいぶん歩くことになったし時間もかかったのでちょっと反省している。さっさと家に帰って休むことにするよ。うん、昨日の任務で負ったダメージがまだ癒えていないし、急ぎの仕事もないしな。安静にしておこうと思っている。改めてお世話になってしまったね。この恩は忘れないよ少年。本当に君は優しいいい子だね。選ぶらずに押し付けがましくもなく、人に親切にできる、さりげない気遣いができる、それは素晴らしいことだ。私はどうも武骨というか大雑把だから、君の振る舞いには感心するし羨ましいとすら思う。私も君のようになりたいよ。おっと、だらだらと喋ってしまったな。どうも君とは話しやすくて楽しくなってしまう。私と一緒にいても退屈だろうし、さっさと失礼するよ。君は私が後ろ向きなことを言うとすぐフォローしてくれるな。君のそういうところが愛おしいと思うよ。どうして私の腕をつかむ。何か言いたいことでもあるのか少年。このままお別れするのは寂しいから遊んでいかないかと。ちょうどいい時間だし、せめて昼ご飯でもご一緒しないかと。え、うん、そのつもりだけど、何か問題があるだろうか。私はそういう気が回らないから、変なところがあったら指摘してほしい。言いたいことがあったら何でも言ってくれ少年。うん、このままお別れするのは寂しいから遊んでいかないかと。ちょうどいい時間だし、せめて昼ご飯でもご一緒しないかと。別に構わないけどな。私もなんだか名残惜しいから。ただ私は怪我をしているし、毒がまだ抜けきっていないからあまり無理はできない。遠出をしたり激しい運動をしたりするのはちょっと難しい。それでもいいか。うん、じゃあ行こうか少年。
私はあまり街中には詳しくないから案内してほしい。君が普段よく行く遊び場や食事どころを紹介してほしいな。ううん、君のことを知りたいよ少年。あまり君とは関わってはいけないのだが、普段は上からの命令には絶対服従するのに、君から距離を取れという指示にはなぜか反発を覚えるよ。変だな、不思議だ。こんな気持ちは初めてだよ。しかし今更だが、このような姿のまま歩き回ったら目立ってしまうな。仕事を休んで年下の男の子と遊び回っていると同僚にでも知られたら立場がないし。ん？じゃあまずは鎧と兜を脱いでくださいと。どっかのお店で普通の服とかを買って着替えようと。それなら誰も私がナイトメアの純だと気づかないから。それはそうだが、何度も言うが私は素顔を見せられないんだ。家訓がある。別に素顔を見られたら死ななくてはならないみたいな厳しい家訓でもないが、小さな子供の頃から私は家訓に従ってきた。逆らうのは怖いな。普通に素顔を見られるのは恥ずかしいし。うわ、無理に脱がそうとするな。強引だな少年。自分の思った通りに物事が進まないと不満を覚えてしまうのか。もう、君は従順で素直だが、それはつまり子供っぽいっていうことか。そういうわがままな一面もあると示されたからには、私ばかり言いこぶるのも不公平だな。本当は私もどこにでもいる普通の女の子みたいに、何も隠さずに素顔で誰かと遊んだりしたかったんだ。鎧や兜に遮られて誰とも直に触れ合えないのは、深く関われないのは寂しかったよ少年。あまり見ないでほしい少年。恥ずかしい。あと普段は仮面と兜で遮られている日差しがもろに両目に当たって眩しい。頬に風が当たってスースーして落ち着かないし、兜を脱いだだけでこれでは。普通の女の子っぽい可愛い服とか着たらどうなってしまうかわからない。羞恥心で爆発してしまうかもしれない。でもそうするって決めたんだものな。騎士に二言はない。ちゃんと素顔を見せて着替えて少年と遊んだりご飯を食べたりする。私自身がそうしたいと思ったからだ。だから頑張る。大丈夫。でもちょっと深呼吸させてほしい。よし、いける。まずはそこの服飾店で普通のお洋服などを選んで買う。更衣室を借りて着替える。脱いだ鎧や兜は貸金庫に預ける。簡単だ。私はこの任務を見事に達成してみせる。頑張るから応援してほしい。少年、返事をしてくれないと困る。不安になる。もしかして私がいつまでもグズグズしているから呆れてしまったのか。少年どうした、うずくまって気分でも悪いのか。これは少年眠っているのか。前にも同じようなことがあったな。ダメだな、私は自分のことでいっぱいいっぱいで少年の不調に気づかなかった。騎士失格だ。情けない。大丈夫か少年。起きろ。こんな道端で眠っちゃダメだ。通行の邪魔になるし
っかりすると馬車などに引かれる。眩しい。いかん。なぜだろう。私まで眠くなってきた。なんだこれは。何が起きている。あれ、ここはどこだ。変だな。記憶が混乱している。寝ぼけてるみたいに頭がうまく回らない。私は白金純、25歳。職業はスーツアクター。最近は主に遊園地でヒーローショーをして生計を立てている。父は覆面レスラー、母はゴーストライター、姉は有名なゆるキャラの着ぐるみ、兄は素性を隠した占い師、妹は普通の中学生だが常にヘルメットをかぶっている。そんな家庭で育ったから、私にとっても素顔を隠すことが当たり前で、舞台に立つような仕事の途中でなくてもこうしてお面をつけている。覚えている。これが私だ。そのはずなのに、なんだろうこの違和感は。なんだ、悲鳴がしたぞ。この声は。全員動くなよ。余計な真似をしたらこのガキが怪我をするぜ。ママ助けて、怖いよ。うるせえ。おい、これ店員、このカバンにありったけの金を詰めろ。あれは強盗というやつか。まさかそんな漫画じゃあるまいし。どうしよう。とりあえず警察に電話を。おっと、動くなっつったろ。全員スマホを足元に捨てろ。警察に連絡しようとか考えるんじゃねえぞ。どうやら計画的な犯行だな。施設だがちゃんと警察などへの対策も考えているらしい。子供の安全が第一だ。迂闊な真似はできないな。特撮番組じゃないんだ。現実的な犯罪に対して私にできることは何もない。やだやだやだ、ママ！こら、暴れるんじゃねえ。ぶっ殺すぞガキ。お前なんか怖くないぞ。悪いやつは正義のヒーローがやっつけてくれるんだ。助けて、トラタイガー、助けて。子供が助けを呼んでいるのに動けない。怖い。あの強盗はナイフを持っている。あれで刺されたら死んでしまう。うわ、あれは少年。どうしてここに。っていうか何をしてる。強盗に無防備に突っ込んで殺されるぞ。なんだてめえは。突っ込んでろ。うわ、少年、やめろ。そんなに殴ったら死んでしまうぞ。うるせえ。ヒーロー気取りでのこのこ出てきたこいつが悪いんだよ。ああ、少年、ボコボコに殴られてる。なんであんな危ない真似を。この、くそ、どうしよう。マジで殺すぞ。どうする。強盗は興奮してナイフを握ってることを忘れているようだが、普通にこのまま放置したら少年が死んでしまう。少年を見殺しにはできない。少年が気を引いているおかげで強盗はそっちに注意が向いている。チャンスだ。動け、私の手足。今動かないと後悔する。とりゃ
うわ、え、なんで私に目配せをする、どうしろと言うんだ。少年を見殺しにはできない。少年が気を引いているおかげで強盗はそっちに注意が向いている。チャンスだ、動け、私の手足、今動かないと後悔する。とやっ、うわっ、よし、不意打ちの飛び蹴りが成功。強盗が少年たちからわずかに離れた。そこの強盗に忠告する。今すぐよからぬ真似はやめて降参しろ。てめえ、何なんだ、バカみたいなお面をつけやがって。お面は関係ないだろうが、とにかくそのナイフを捨てろ。今警察を呼ぶから動くな。ああ、ふざけんじゃねえ、バカにしてんのかこら、死にやがれや。刺された。いや、ナイフが刺さったのはお面だ。私には傷一つない。お面が吹っ飛んだおかげで前がよく見えるようになったし、勝てる。神に祈れ、悪党、正義の裁きを受けるがいい。よし、決まった。一撃でノックアウトだ。正義は必ず勝つ。とりあえず失神した強盗を縛り上げよう。はあ、肝が冷えた。ありがとう、トラタイガー。怖かったよ。私はお面をつけてるだけで別にトラタイガーではないのだが、まあいい。大丈夫だったか、怪我はないか。怖かっただろう。よしよし。大丈夫、本当にありがとうね、お兄さん。うん、私はお兄さんではなくお姉さんだけどな。それにお礼は私よりもそっちの少年に言ってあげてくれ。命がけで君を守ろうとしたんだから、彼こそが真のヒーローだ。はい、お疲れ様。いつも思うけど、あんたほんと嘘みたいな日常を送ってるのね。この平和な国で強盗事件に巻き込まれるのって天文学的な確率じゃない？いいけどね、旗から見てる分には楽しそうだし。幸いなことに悪さをした強盗以外には怪我人も死人も出なかったみたいだし。でもあんまり無茶しちゃダメよ、ゲームじゃないんだし。死んだら二度と生き返れないんだからね。なんて今のあんたに言っても仕方ないか。それよりもさっさと目覚ましなさい。ひょっとすると強盗事件よりもよっぽど厄介な事態になるかもしれないし、こっちでのジュンさんの設定がどうなってるのかは知らないけど、彼女の素顔を見るっていうことはその抱えた問題に深入りするっていうこと。ちゃんと忠告したのにあんたは無視して彼女と関わっちゃうんだもん。せめて途中で放り出さずに誠実に向き合いなさいよ。彼女が動いてくれなければあんたは強盗に殺されてたかもしれないしね。命の恩人なんだから感謝の気持ちを忘れずに、彼女のことを大事にしてあげてね。いつだって彼女の仮面を引っぺがしてその奥にあるものに手を伸ばせるのはあんただけなのよ。あれ、私は眠っていたのか。おはよう少年。すまない、やはり私は本調子ではないようだ。デートの最中にうたた寝をしてしまうなんて
ありえない礼儀知らずだな。ああ、いや、これは別にデートではないか。もちろん、わかっている。優しいいい子の君が、寂しいお姉さんの相手をしてくれているだけだ。それでも嬉しいし、幸せだ。こういうの、ずっと憧れていたから。気を取り直して、行動を再開しようか。まずは、着替えを調達するんだったな。その後は、君のおすすめの店でランチをしよう。ドラマチックな出来事がなくても。私は、結構満足だ。凄惨な戦いの中でも、表情だけは怒りに満ちないように心がけているんだ。兜で見えないけどね。訳あって顔は見せられないんだ。もしも見られたら、大変なことになるとだけ言っておくよ。心配することはないよ。私が全部守ってみせるから。いや、迷子の少年、君とのおしゃべりは楽しかったよ。私はいつも門の前にいるから、また迷子になったら王宮目指して訪ねておいで。わざわざ俺に来てくれるとは思わなかったよ。しかも可愛らしい贈り物まで用意してくれて。照れくさいけど、とても嬉しかった。ありがとう。もう私に会いに来ない方がいいだろうな。私は君がいい子だと知っているが、スパイではないかと疑う者も中にはいるんだ。いや、今までも迷惑などでは決してなかったよ。君とのおしゃべりはとても楽しかったし、有意義だった。私はこの仕事に誇りを持っているし、好きなんだ。王宮の門を守るという、先祖代々の重要な使命だし。それに、君のようないい子と出会えたりもするからね。少年。また会えるなんて本当に嬉しかったよ。それにしても、二人揃って眠ってしまうなんてね。変な夢を見たような。あまり気にするのはよそう。いや、少年、心配をかけて悪かったね。ところで、私の素顔についてなんだが、その、いつかは君に見せようと思う。少年、一緒に料理を作れて楽しかったよ。君には、
普段人に言えないことも話せてしまう。なぜだろうね。少年には世話になりっぱなしだな。倒れている私を救護院まで運んだり、鎧や兜を洗ってもらったり。許しているせいか、心の悩みも打ち明けてしまった。迷惑でなければいいのだが。事情を話した以上は、私の素顔を少年に見せてもいいと思うが、やはり恥ずかしい。でも君が望むのなら少しくらいは。引かぬと言うなら、この手で守る。インフェルノシールド。あ、すごい。歌って。お待たせ、ショータイム。リズム上げるよ。助かったよ。見っといておくれよ。外さないんで。やろ、ハートブレイク。すごい。元気をお届け。来てる来てる。切り裂く。一気に行くよ。はぁ、テンペストブレード。いいか、さすがだね。はっ、優雅に行きますえ。メルヘンガーデン。助かったよ。ほんわかしまよ。キラキラをあげる。見といておくれよ。えい、行くよ。切り裂く。悪く思うな。この手で守る。インフェルノシールド。次で決めるよ。負けられないんだ。はっ、キラキラ。お待たせ、ショータイム。リズム上げるよ。助かったよ。やったな。外さないんで。やろ、ハートブレイク。すごい。これでも喜んでいるんだ。少年のことを考えると顔がにやけてしまう。
仕事が門番だからか、部屋にいてもじっとしてしまう。少しうとうとしてしまった。部屋にいると鎧が蒸し暑くなるが、我慢せねば。室内だし兜を脱ぐか。いや、やはりやめておこう。少年と会話したことを思い出すと自然と楽しくなるな。少年と会話したことを思い出すと自然と楽しくなるな。